デミョンサンムはアジアリーグアイスホッケーに所属していた男子アイスホッケーチーム。本拠地は大韓民国ソウルの軌道アイスリンク。サンムとは国軍体育部隊の別称であり、同部隊内にはいくつものスポーツチームがある。当チームはそのアイスホッケー部門である。2018年に開催が決定したピョンチャンオリンピックに向けてアイスホッケーの強化を図るため、 韓国政府により2012年に設立され、リゾート関連事業のデミオングループがネーミングスポンサーとなった。管理、運営はサンム務及び韓国アイスホッケー協会が行う。アジアリーグアイスホッケーには2013の2014シーズンより参戦している。兵器期間の韓国代表クラスの有力選手が多数在籍しているが、軍チームのため外国籍選手は在籍していない。 2015から2016シーズンを最後にアジアリーグアイスホッケーからは撤退した。デミオングループは2016年からデミオンキラーホエールズというチームを創設しアジアリーグアイスホッケーに参戦した。順位、ないはリーグ参加チーム数。ありがとうございます。